金子です。今日は肩の回転について説明したいと思います。肩はテイクバックからこの前傾した顎の位置よりも前に出ない方が肩をうまく回転することができます。その辺を今日は説明したいと思います。このチャンネルではゴルフの練習やコースラウンドに必要なさまざまな役立つ情報を配信していきます。ぜひチャンネル登録お願いします。肩を回転させる際に顎の位置よりも肩は左肩は顎の下に入ります。そうすると右肩は左肩を動かすと同時に頭の後ろの方へ動きます。この位置から左肩を押し込むと同時にこの右肩を頭の後ろに持っていきます。感覚的には顔から右肩が離れるように上げます。この位置よりも肩を前に出さないように回転していって、ダウンスイングもこの顎の位置よりも肩は出ないようなイメージにすることで、手元が体の下半身のターンに合わせて降りていきます。下半身のリードで顔から左肩は離れて、今度は右肩が顎の下に入っていきます。この顎の位置よりも左肩も右肩も出さないイメージ。そうするとテイクバックからトップオースイングまでは顔から右肩を離します。今度は左肩を顔から離します。テイクバックからトップオブスイングまでで、この左肩が動いてから右肩が離れて、今度はこの位置で顔から左肩が離れてターンができてきます。それはドライバーでも左肩を顎の下に動かしながら右肩を顔から離します。そしてダウンスイングはこの顎の下に入った左肩を顔から離します。そうするとこのトップオブスイングから肩が回ってくるので、このようにターンができていきます。顎の位置よりも肩を前に出してしまうと、ダウンスイングで
顎のよりも前に出ると、窮屈なスイングになってきます。アイアンでも左肩が顎の前に出ると、ダウンスイングで右肩を顎の前に出すと、このようにフィニッシュが取れないスイングができてくる可能性があります。テイクバックしたときは左肩は顎の下に近づいて、右肩は離れていきます。このような動きではなく、このような動きになります。ダウンスイングもこの位置から下半身をリードする際に、下半身よりも手元が先に動くと、顎よりも右肩は前に出てきます。そうすると下半身が止まってしまって、フィニッシュまで振り切れない場合が起こってきます。テイクバックからトップオブスイングまでは右肩を顔から離す、ダウンスイングからフィニッシュまでは顔から左肩を下半身のリードで離すと回転していただくと、スムーズな肩の回転ができるので、スピードも上がってくると思います。練習してみてください。それではまた次回の放送を楽しみに。バイバイ。